ではそれぞれ見ていきましょう。訓読みはいうです。皆さんも読んでみてください。いう、いう。音読みはげん、ごんです。げん、げん。ごん、ごん。いう、げん、ごん。この漢字は七角です。私が今から書きますのでよく見てください。1、2、3、4、5、6、7。もう一度書きます。1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6、7。ナイフで切るようにはっきりものを言う様子から言う、せいという意味の漢字ができました。それではこの漢字を使った例を見てみましょう。考えを言う、伝言、言語、